私を驚かせようなんて考えるんじゃないわよ。あんたここ、私はエース、そうなの？リアクターを、そうね。操作は、できれば、待って。そうね。私に考えがあるわ。あんたは上へ行きリアクターを始動させる。そして起動完了まで、私がモンスターを退治する。あんた、いいじゃない。勝利に近づいたわね。上の階に行ってリアクターを起動させるのよ。上の階に行ってリアクターを起動させるのよ。ちょっと、リアクターの起動はまだ完了しないの？ちょっと、リアクターの起動はまだ完了しないの？
ともう少し。うまくいったわね。やるじゃない、あんたを見直したわ。フォードは賢い選択をしたわね。フォードの元へ向かって結果を報告して、何か必要な時はショップに寄るといいわ。戦闘のセンスがあるあんたには特別に割引するわ。やっと電気が戻ったな。助かるよ。よそ者よ、君は見ず知らずの人のために多大なリスクを背負おうというのか。ああそうだ、あの小さな島に行こうとしているんだろう。噂話とは早いもんさ。特に噂話が少ないここではな。友よ、聞いてほしい。君にとって私がどこの馬の骨とも知れない人間であることは分かっている。しかし私は君を放ってはおけない。君に運命を感じるよ。これから世界を救うんだろう。その息だ。さあこれを君に。外の世界で己の信念を貫ける者は決して多くない。私の古い友人はこのちっぽけなものに死を退ける力があると言っていた。ほんの気休めかもしれないがな。それと他にも君の旅に必要な物資を買いたければ私のところに来なさい。向こうにいるエースと私はいろんな品を取り揃えているんだ。でもその石は君にあげるよ。大事にしてくれ。この世界は残酷だからな。だからこそ思いやりをなくしちゃいけないんだよ。それからもう一つ、エレン、いやフォード司令官は教えてくれないだけで、あそこの島には詳しいはずだ。彼女にウォード13の創設者について聞いてみてくれ。そうすればおのずと君の進むべき道も見えてくるはずだ。友よ、こんな時にウォードを訪れるなんて。
やあ、旅人よ。レスがいなくなった真相は誰にもわからないわ。フォードが話していた外から来たやつってのはあんたね。町に行くための武器を渡してやれって。私にはあんたなんかにタダでいい武器を渡す彼の気が知れないけど、司令官にとってはルートを数匹倒しただけで十分だったようね。あんたみたいな野良犬でもフォードが助けろというのなら仕方ないわね。私はマッケイブ、エンジニアよ。そしてあんたのことが嫌いなの。言っとくけど私はガラクタ商人じゃないからね。ゴミで遊んだりはしないの。めんどくさいわね。じゃあ本題に入るわよ。今渡すことができるのはそれだけよ。もっと欲しいならたくさん素材を持ってくるのね。それにただじゃないわよ。用が済んだならうせな。あんたの相手は疲れるの。やれやれよ。行きな。よう相棒、電気の復旧ありがとうよ。フォードが町に向かうための準備を手伝えって言ってたぜ。俺たちを解放してくれた礼にってな。もしかしたらお前の古い剣をうまく流用できるかもしれねえ。見せてみな。いいな。あとこいつを持ってけ。強力な物じゃないが今のポンコツよりははるかにマシだ。ほらよ、少しは強力だ。枯れ木も山のにぎわいってな。そうだ、そんなに多くはないが、ただお前は俺たちを助けてくれた。だから俺たちもお前に最善を尽くす。いつか武器のアップグレードが必要になったら俺のところに来い。フォードはお前が今すぐここを立ち去ってほしいと思うだろうぜ。外でデッドウッドの大軍が待ち受けてなきゃいいがな。